ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。平成最後の秋、今日は皆さんに告白しなければいけないことがあります。実は私、取りました。ミキロ、なんで秋って美味しそうなものがいっぱいあるんですか。栗が好きやから、栗ご飯とかさ、私焼き芋も大好きやから、焼き芋とかさ、食べたくなるやん。そんなんさ、美味しいものは食べたくなるやん。そういうことです。はい、まあ太ったから健康に良くないってわけじゃないですけど、自分の適正体重を把握しながらコントロールするのが大事ですよね。そして平成最後の秋、もう一つの大告白。私乾燥肌なんです。この季節は空気が乾燥してきて肌がカサカサになりがちな時期、私も気を抜くとカサカサのお肌になっちゃうんですよね。皆さんどうですか？きちんとケアしてます？私の一番のおすすめ乾燥肌対策はお風呂。私タオルじゃなくて手で全身を洗ってるんです。なんでかというと、タオルで体を洗った時の方が手で洗った時より肌の水分量が減少しやすいからなんです。ゴシゴシ洗うと肌のバリア機能が壊れやすくなるので、手で洗う方がおすすめなんですよ。私は最近このキャジラっていうボディウォッシュで洗ってるんですけど、ウォッシュすればたっぷりの泡が出てくるから、タオルいらずで直接手のひらにのせて優しく洗うようにしてます。しかもケアセラにはセラミド成分が配合されていて、洗うたびに肌の潤いの鍵となる成分セラミドを肌に残してくれるんです。ボディクリーム塗るのとかも大事ですけど、体を洗うのは毎日のことだから、洗うことが乾燥肌対策になるって良くないですか？私も使い始めてから洗った後の乾燥感が気にならなくなった気がします。あくまでも個人の感想です。商品の効果効能を保証するものではありませんので、何卒ご了承ください。あ、ちなみに今なら1万名様にケアセラが当たる豪華なキャンペーンをやってるから、ぜひサイトにアクセスしてみてくださいね。宣伝ではないですからね。皆さんの肌を思って喋ってたら、たまたま宣伝っぽくなっただけですから。まあでもキャンペーン絶対応募してください。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ればと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。